やはり箱根駅伝に向けて、マーチの、チームである各大学と競い合ってお互いを高め合ってこのマーチ対抗記録会での 1万メートル の対抗戦でですね、まあ、箱根駅伝の順番が大体読めてくるんじゃないかな。他の4大学さんは、箱根駅伝も出場していますし勝負ができるというか戦わせてもらえるという土台にスタートラインに立たせてもらったと。ここで活躍することがまずは登録の16人に入る一番の近道というところはみんなが共通して認識として持ってますので、やはりこのマーチ、やっぱ箱根に出る上位校がやはりガチンコでですね記録を狙いに来る、順位を狙いに来るで、かつ箱根の選考だ、やはり選手はやはり本気にならざるを得ないと。どこが一番強いのかっていう、そういう選手一人一人楽しみになってくる試合だと自分の中では思っています。必ず自分が優勝できる位置に持っていくってことが目標だったので、結果でしっかり示して後輩にいい形で影響を与えることができたらな。強いところにこう自分がどこまで戦えるかみたいなところに、まあ、最後の箱根駅伝です。今笑って終われるよう頑張っていると思います。